こんにちは、私です。長い間お休みをいただいてしまいすみませんでした。いつもは Vlog 形式で字幕をつけてお話しすることが多いと思うんですけど、今回はお休みしていた期間についてお話しするのと、お休みの期間に読んでいた本をご紹介しようと思って、Vlog 形式よりもこういう形でお話ししてご報告する方がいいかなと思ったので、こういう形で今動画を撮っています。滑舌が悪いので聞き苦しい点があるかと思うんですけど、字幕をつけたりして編集するので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。で、まずはなんで休んでたかっていうと、5月頃に投稿していた Vlog とかで、精神的に不安定になる時があるっていうのをお伝えしていたかと思うんですけど、仕事面でもプライベート面でもそうですし、もういろいろなストレスが重なってしまって、でちょっともう耐えられなくなってしまって、ずっと気分が落ち込んでて、もう毎日毎日生きてるのもしんどいって思ってしまうぐらいな状態が続いてました。で、あとはすごくイライラして、パニックっていうか、すごくもう小さなことなのにすぐにカッとなってしまったり、とにかくもう感情のコントロールができない状態になってました。で、お盆休みが今回結構あったので、もうその期間きっかけに、その期間ちょっと休養しようと思って、で、もう自分の力じゃどうにもできないと思ったので、精神科に行って相談して、薬を処方してもらって、で薬を飲みながら引き続き自分の、ヨガであったり読書であったりっていう自然療法をしながら過ごしてました。で、とにかくもう第一に休養するっていう部分を優先していきたいなって思ったので、今回ちょっと長い間お休みをいただいておりました。まだ完治したわけではないんですけど、ありがたいことにたくさん その動画待ってますとか、その視聴者様からの温かいお言葉であったり、ご心配のお言葉をいただいたりしていたので、ちょっとずつではあるんですけど、動画を投稿していきたいなって思ったので、今回今どういう状況なのかっていうのをちゃんとご報告しておこうかなと思って、この動画を撮っております。今回のことでいろんな温かいお言葉をくださって本当にありがとうございます。そしてそのご心配をおかけしてしまって本当にすみませんでした。今後も投稿できない時期がもしかしたらまたあったりするかもしれないんですけども、温かい目でどうか見ていただけると大変嬉しく思います。今不安定な状態が続いているっていうのはお伝えしたんですけども、最近になってちょっとずつ前向きな気持ちになれるというか、楽しみみたいなのがちょっとずつ出てきて、でそれのきっかけの作品だったり、なんか本でもそういうきっかけがあったので、それをご紹介しつつ、今までお休みの期間に読んでいた本を今からご紹介していきたいなと思います。
Thank you.
nice to meet it today. I wanna run away. Cause you're making me say, I think I may, I should. Late nights and long conversations are